はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おさかなくんです。さあ本日なんですが、ゴーティスおよびホワイトオーラが、診断で強化されましてデッキ作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っておりまして、ゴーティスは、新規モンスターの、メインデッキにね入るモンスターが、増えまして、そのサイクスってやつとあとこのチーフってやつですね、これが増えたのと、あとホワイトオーラは、シンクロモンスターとあとメインデッキに入るこのマンボウと、イワシ、これが増えましたというところで、今日はねこのイワシとマンボウを使いたくてデッキ組んできましたっていう感じですね。このイワシとマンボウがどういう効果を持ってるかっていうと、これ2枚コンボになっちゃうんですけど、イワシとマンボウが揃ってる時に結構強い動きできるよみたいな感じの、そういう動きです。このイワシとマンボウは自身を墓地から蘇生した場合にチューナー化する効果を持っていて、そういう効果を持っているやつがホワイトオーラの活気モンスターには多いんですけど、それをねサーチできるこのホワイトリンカーネーションっていうカードが増えまして、割と安定感、そこそこ出るかなって感じですね。2枚コンボだけどで、何するかっていうと、イワシはデッキからイワシ同じやつを墓地を食って自身を特殊召喚するよと。でこの効果の発動後、短周路島で水属性しか出せないよっていう効果ですね。で墓地から特殊召喚したらチューナー化するよっていう効果で、マンボウはこれかなり独特な条件なんですけど、このカードが手札に存在していて、同盟カードがフィールドに存在する自分の墓地のレベル以下の魚族だから、イワシですよね。基本的にはイワシって墓地を送って特殊召喚するんで、この条件満たしやすいんですけど、イワシとかの感じの効果を持ってるやつが盤面にいる場合に、このカード特殊召喚して墓地から、自分の魚族を特殊召喚できるよって効果があるんで、墓地から魚族特殊召喚したらこれチューナー化するんで、レベル2のチューナーとレベル4の非チューナーとレベル2の非チューナーが並ぶんですよ。これ2体とこれが並ぶから、そうやってやって展開していくっていう感じのテーマをやってますね。で、他にも、お魚デッキだと割と特殊召喚できるアビスシャークからの、サーチとかも採用してますし、あとこのフィッシュボークハープなんていうモンスターがこれレガシーパックに追加されてるんですけど、これが手札の水属性とを見せて、見したどっちかを特殊召喚してどっちかを捨てるよっていう効果あって、これも結構強いのと、あと2番の効果で空になった場合ね、相手のフィールドの効果モンスターの1体の効果を無効にするっていう効果もあって、これなんかすごい強いですね、このチューナー。はい、なんでこの辺を入れて、展開していくお魚シンクロみたいなデッキですね。で、ちょっと動かし方を見ていただいたら分かるんですけど、このサイクスってやつがめっちゃ強くて、これ除外されたら、特殊召喚できるんですよね。自分の墓地かフィールドか手札から魚族を除外して、で特殊召喚した場合にデッキから魚族手札に加えて魚除外するっていう効果あって、要はゴーティスのこの辺のカードを除外して展開することもできるし、次のターンに、なんと魚族だったら何でもサーチできるんで、手札とかフィールドに魚が余ってれば、シーラカンス持ってこれるっていう効果があって、でシーラカンス持ってきてアビスオーパーで出せばシーラカンス展開もできるんで、結構ね面白い動きができるようになってます。かなり今回はちょっとゴーティス少なめにして、ホワイトオーラ使いたかったんでホワイトオーラを多めにしますけども、ゴーティスでがっつり組み込んでも強いと思いますし、いろいろ試してみていただければなと、いうふうに思います。早速ちょっとイワシマンボウコンボを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。うわきたー、これイワシマンボウ揃った時の動きをちょっと見せたかったんですけど、ちょっと通りそう。特殊がイワシ特殊、いやなんかあんなでマンボウを特殊したいんだけど、なんかあるイワシとかマンボウとか言ってるのよくわからないかもしれないですけど、ちょっと雰囲気で感じ取ってください。で墓地から特殊召喚した、イワシの効果でチューナー化する。よし。で、こっからですねモンスター増えたんでシンクロしていきたいんですけど、とりあえず、ゴーティスが、ここからゴーティスムーブをねしていきます。アリオンポス。アリオンポスはこれなんだかリュウグウの使いが、アリオンポスの効果を発動。デッキから魚を除外するぜ。痛え。これも言ってんだよな。結局ここへの除外のギミック停止させられるの、こっからね新しい新規モンスターを使いたかったんですけど、どうして俺に気持ちよくデュエルさせるんだてめえは、マジでそんなことは知るかってな。ドラガイティングを出していくしかないですね。はい、魔法を無効おじさんトラップ出していきましょう。魔法トラップ無効おじさん出していく。でアリオンパスの効果、アリオンポスは、自分をゲームから除外すると除外したモンスターのうざきっしょ診断デッキ紹介させろバカだね。診断デッキ紹介させろバカだねがマジで許さん絶対に。ホワイトサーディンの打点を上げまして、でカード1枚セットして短周路ですねやマジ診断あるあるでランクマ持ってくと全然動き取れなくて動画にならないっていう説ありますねこれ。はい、まあ、言うてお魚シンクロ系デッキ結構誘発に弱いんですよね。ゴーツの妖精シフシャンの効果を発動。まあでもそれでも言うて、うーわ、重っ、その増字、ガチで重い。ゴーティスの弱点全部さらけ出してんじゃん、これ。相手のターンの増字、バカ重いって。え、これマジなんですよ。これマジで、相手ターン、あ、ポニー。でもポニーに打つしかないんだな、もうこれ。冷静にかけて魔法トラップ止めれるから別にいいや。あ、新天章か。新天章は止めざるを得ないか。じゃあ、新天章は止めざるを得ない。なるほどね。なるほど。あ、なるほどね。それはじゃあ止めざるを得ないか。うざ。まあ、しょうがないのでドラガイト使う。まあ、無限包容でも止めれるけどな。まあ、でもドラガイトでいいか。ドラガイトで無効にしていく。ってことは、これ、ことを持ってるっていう宣言やな、これつまり。っていうことは。っていうことはだ。まあ、そういうことだよな。ここで飛ばしちゃうの結構ありか。これ包容あるんで、なんか割とここで全部飛ばしちゃわなくてもいい気がするけど、まあ孤島の効果使われない方が多分基本的にいい気がするから、これタイミング逃さないよね。そうだよね。オッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。でこうして、でこことここでちょっと包容使えないですけど、これ多分全部ぶっ飛ばした方が多分強いと思うんで、こうしましょう。お魚最強のお魚最果てのゴーデス爆弾効果発動。すべてのカードをゲームから除外。おらーボケがー、よしわかりました。とりあえずわかりました。よし、とりあえず OK。 とりあえず止まっていただけたし、なんなら鳥も除外できたんで、マジでほんと鳥にはお魚には弱いと言われてますけど、ね、自然界では捕食される側と言われてますけど、俺が捕食してやる今回は。やべ、打点引く打点低すぎて笑ったわこれ。ゴーツの妖精シフちゃんの効果発動して打点を上げて、よし、最強の打点になった。ホワイトマンボウ、これなー、結局ホワイトマンボウってさ、こういう時に弱いんだよね。なんか結局さ、なんか来たところでさ、なんか3ターン目とかにはあんまりリソースになってくんないんだよな。まあバトルフェーズ行くしかないですねこれ。はい、でこの2000打点ぶん殴っていく。よし、最強メインフェーズ入ってエンドフェーズ。弱え。弱え。マジで、お前、まあ、シグは帰ってくるからね。ちょっと、マジでほんと、増字やめても。もう増字やめてください。OK。シグに無限包容もやめてください。うわ、ポニックス2枚入ってんの偉くない？いやー、キリンあります？キリンあるかな。キリン持ってます。もうキリン見たくないんですよ。ああ、右、オッケー、とりあえず通った。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。もうちょっと2枚目のこととかやめてくださいね。2枚目のことは本当地獄起きるんでやめてくださいね。マジスカロックンロール。あ、でも2枚ドローだ。なるほど。2枚ドローは、いや、結構あるこれ。2枚ドローだったら、まだ、言うて、妨害残ってるから、俺は。2枚ドローでシフ負けられる1枚よかったからな。ガチで。どうすんだこれは。リン口伸ばさなくても、確かにこれできて、あ、よし。注意500がある、オッケー。炎属性いないから、ヒーターとか出されないのはまあまあいいよね。まあ、こいつ投げてないから。はい。ってことは、ここで、アリオンポスパイセンを出しに行き、アリオンポスパイセンの効果を発動して、これやっと、あれかな、お魚ムーブできそうだな。よし。やっとお魚ムーブできるわ。診断実装されても全然理想ムーブできなくて動画にできないのめちゃくちゃあるからね。いけるぞこれ。これはいける。そうっすね。まあ、適当にアリオンポスかなんか除外しときますか。でけえのを除外しとくと、後でなんかそのおぼろキーフってやつがいて、そいつでそのでかいのを引っ張ってくるっていう動きが一応できるので、あと最果てのゴーッチの打点も上がるっていうね、いう話もあるので、まず、サイクスちゃんの効果を発動しまして、で、ウララガが発動されます。うざすぎます。マジでうざいな、このガード。いろんなとか言うカード、キモいな。で、最悪の、これあれだな。あとはあれだろ。なんだっけ、手札に抱えている可能性があるから、相手は、ガルドニクスって、が出てこれないようにするために、一応こうしてんの、ガルドニクスあったら自爆特攻してるか、相手。多分。してる気がするな。まあ多分じゃあ逆に言うと何もないか。まあ、一応やるか、でも。一応やるか。これ2ミリ踏むとかある。ガルドジェクシーなんか持ってたら自爆とかしてるよな、相手。まあ、とりあえず一応ね、ちょっと一応こうしますね。で、これで、バケモン爆誕していきましょう。ゴーティスの双角。アスカーン。アスカーンさんの効果と、アリオンポスさんの効果が発動。墓地から、レベル10を除外することによって、レベル10以下の魚族モンスターをと、サーチすることができるぜ、最強。で、これでアスカーンと、ポニクスを一緒に飛ぼうぜって言って飛んで、そしてアリオンポスの効果によって、最果てを除外して、これマジでさ、ありえないレベルの、まあ、アビシャークか。そして、アスカーンの効果を発動。アスカーンの効果によって、自分の墓地から魚族モンスターをゲームが除外することにより、サイクスも使ったか。まあじゃあ、これなんか適当なマンボウ。マンボウを除外して特殊召喚。よし。そして、シフ効果。でもさすがにもう2ビルはないな、これ。でも5回特殊召喚さすがにしたよ、俺。じゃあ、普通にアビスシャークと出していいか。アビスシャーク爆誕させて、で、アビスシャークの効果で、サイレントアングラー持ってきて、OK。で、サイレントアングラー特殊。よいしょ。で、レベル4として扱って、レベル5とレベル4、レベル4のモンスターが2台でオーバーレイ。あ、エクシーズ召喚。ナンバーズ4、猛毒四方、ステルスキラーゲン、パイセン、バトルフェイス。GO! 対戦ありがとうございました。全然理想ムーブできなかったけどね。まあ、よしよしよ。よし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 。いいぞ。この、いや、見せたい動きは見せるというこのホワイト、サーディン、ホワイトマンボウのこの謎の動きね。これ、イワシマンボウの動きね。通称イワマンね。通称イワマンの動き、これ、うわー、なんか、あんまりこれ、揺ららなそうだね。まあ、一応、マンボウか。で、サーディン効果発動。サーディン効果、イワシは、イワシを一緒に、墓地を食いながら特殊召喚できて、で、同じ同盟のやつがフィールドと場にいると、フィールドバー同じだ。フィールド墓地に入れると特殊召喚できる。で、墓地から、サーディン特殊して、サーディン効果発動する。チューナーになる。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、相手なんもない感じするよ。意外と。なんか、無効系もない、これ。ちょっと、あとはほんと2ビル踏む、めっちゃ踏むから、2ビルだけマジでやばいって話あるんだけど、で、ゴーツの大蛇か。アリオンポスの効果。ここでですね、ちょっと最強のムーブ見せていきましょう。サイクスを除外します。で、サイクスの効果だと、サイクスの効果で、自分の墓地からお魚さんを除外すると自分が除外された場合に特殊召喚できて、で特殊召喚すると、お魚を持ってきて、除外できます。魚をで、シーラカンス持ってきて、まあ、これ今回は手札のなんか適当なやつ除外しますか。まあ、これ別にフィールドのやつ除外してもいいです。はい、今今回はちょっとアリオンポス残すそうなのでアリオンポス残しに行きますけども、これアリオンポスとかを除外しても別にいいです。もうもはやもう一回出せばいいんで、アリオンポスで、アビスオーパーをリンク召喚して、アビスオーパーの効果を発動。アビスオーパーの効果によって、手札から超深海王シーラカンス爆誕、こういう名前の YouTuber さんいますよね。そして、手札をじゃあぶん投げることによって、デッキから好きな数だけお魚を出せると。はい、水族館開幕。魚魚魚魚を食べると懐かしくないこの歌。頭頭頭頭が良くなるみたいな、これいつの時代の歌だ。俺急に降りてきたけど、これ何の時代の歌やっけこれ。ちょっとなんか自分で歌ったけど、これ何の歌か覚えてね。グリーディスで打点上がりました。で、クジラ出しいきます。クジラかイルカか知らんけど、これなんだ俺。わかんない。ホワイトオーラは、なんかイルカとかクジラとかが多いんですよね。で、多分クジラ、あ、違う、これあれか。白イルカかな。ちょっとわかんない。で、ホワイトサーディンさんを特殊召喚しまして、で、このホワイトサーディンさんを、これなんと2体特殊召喚できて、ガチでやばい効果ありました。これこうします。こうすると、なんと、レベル2のチューナーが2体入るという話ですね。これ、墓地から特殊召喚した場合のチューナー化する効果は大して違いません。そして、ここで、はい、からの、ドラガイター出して、はい、これさすがに強いな。で、ドラガイター効果、ドラガイター効果じゃないね、アリオンポス効果。アリオンポスがシンクロスになったので、除外することによって、カードをサーチすることができる。まあ、これはアリオンポスでいいですね。アリオンポスをゲームから除外し、おげいで、アビスシャークもありか、これ。結構アビシャありやな、これ。これクラゲパイセン出せるか。クラゲパイセン出しに行くか。で、なるほど。一旦8シンクロするわ。一旦8シンクロ。これ、まあ、とりあえずアスカーンですか。アスカーン出し行って、OK。で、なんか展開力がやばすぎてどうやったらいいか分かんなくなってきた。まあ今はあんま関係ないですね、アスカーンは。で、妖精シフさんの効果発動しまして、打点を上げます。はい。で、これ次のスタンバイフェーズ戻ってきますね、効果ね。で、アビスシャークの効果起動して、特殊召喚して、で、効果でサイレントアングラ持ってきて、で、サイレントアングラ特殊召喚して、強く、ものすごい展開力じゃないこれ。やばい展開力してんじゃん。マジで。やばいでしょ、これ。すごい盤面だ。お、めっちゃお魚並んだ。なんか一人だけなんか、お魚じゃなくてクラゲ並んでっけど。で、これさらに、戻してワンドロー入るからね、これ。これ強くないめちゃくちゃ。サーディン戻しとくわ。サーディンはもう一回使える可能性あるからな。すごい展開力だぜ、これは。圧倒的展開力。なんか最強のカード引け。あ、最強いや、これ最強でしょ。これ最強展開だわ。見捨てれたわ、マジで。マジで、神展開できたわ。これは強い、さすがに。で、しかも、拮抗勝負とかも全部ケアできてる。ドラガイとかでから。よし。ちなみに、モンスター効果無効とかはないんですよ。一切。この点は実は。なので、まあ、そこだけ注意ですね。はい。で、これでもいきなりさ、最果てのゴープスいきなりいけるんだけどさ、最果てのゴープスいきなりいったら全部吹き飛ぶのやばいね。妨害全部吹き飛ぶのやばいでしょ、これ。まあ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 、そういうモンスターだから。魔法トラップをね除外するのちょっとねやりすぎなんですよね。あー、ファントム・オブ・イベルか。ファントム・オブ・イベルはまあいいか。ファントム・オブ・イベルはまあいいか。そんなに困りはしねえか別に。あいつどっちか、まあ、ナイトメア・ペインマジでやばいけど、ちょっと午前試合払って、であいつ水属性に変えてあるんで、もう水属性しか出せないんです、あの人。水属性ナイトメア・スローンはいいよ。結局ね、お魚できてどこまで行ってもね、ステルスクラーゲンプラス、午前試合、まあ、クラゲ午前ですね、いわゆる。クラゲ午前がマジで一番強いんですよね。ああ、お魚デッキ来てどこまで行っても。まあ、ちなみに速攻魔法を大連打する激モデッキのせいで、午前試合がなんか1枚しかないっていうバグが起きてるんですけど、マスターデュエルは。OCG の方だと今何枚だっけな。シュヤーマちょっとうっとうしいな。シュヤーマなんかあれなんだよな。魔法トラップカードをなんか、破壊してくる効果あるんで、午前試合ワンチャン割られるんですよね。スローン、はい。いやどうせ別に出せないからいいよな。ちょっと待って、これ処理後ちょっとシュヤーマだけ割るわ。シュヤーマちょっとワンチャン午前試合割ってくる可能性があるから、ちょっとクラゲパイセンで叩き割るわ。叩き割ってなんか別に恨めないよな。爆破で。ちょっと消えろお前。帰れ、デッキに。よし。で、これで、午前試合は生き残っている。で、サクリファイスロード召喚はいいよ。召喚はどうでもいい。マジで。特殊召喚すらできないから、お前。リリースもできないぞ。よし。まあ、そういうことなんですよね。そういうこと。つまりそういうこと。はい。妨害ほとんど使ってねえや。クラゲ御前が強すぎて妨害必要ねえし。他のカードの。史上最強モンスターらしいに行きますか。アスカーンと、シフちゃんで双剣対抗照英を出しまして、かっこいいねこの盤面。なんか水軸双剣みたいな盤面になってんじゃん。お魚からいじる気見るとさ、双剣対抗照英出てくるの熱いよな。でアビスオーパーの打点上げます。でカードお除外されました。エターナルフェイバリット。エターナルフェイバリットこれ破壊してもいいか別に。特にまあ別に何も多分これ起きないんだけど、まあ、一応ユベルなんか蘇生されるみたいな効果あるから、まあ止めとくか。余ってるしドラガイト。はい。でこれで爆破されます。で双剣太鼓照英さんはカードが除外されるとなんかブチ切れて相手のカードを除外してくるんで、ブチ切れおじさんして、なんかナイトメアスローンかなんか除外しとくか。もうなんかサクリファイスロータスがガチでどうでもいいんで、あいつただの棒立ちなんでただの壁なんで、くたばれ。おらこれあれだな、スピリットオブイベルワンチャン出てくるんだこれ。スピリットオブイベルはい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 、オッケーです。スピリットオブイベルは無限ホイール大丈夫ですね。特殊召喚されて、あー攻撃表示で出しちゃった。甘えてんなあいつ、黙れ黙れカス。よし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 、うわーペラ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 、攻撃表示で出したと後悔するんだな。エジルパンチ対戦ありがとうございました。うわハンド弱ハンド弱びっくりした。ハンド弱すぎてびっくりしちゃった。ちょっとこれはさすがにローンファイアブロッサムやべえ。これ植物リンクか。ちょっと待ってくれ、植物リンクはちょっとやばい。さすがにオフリススコーピオだった。オフリススコーピオか、なるほど。植物リンクマジでさ、そういえばアロマそろそろ来そうなんですよね、マスターデュエル。ちょっと今回のは、診断では来ませんでしたけども、アロママジで楽しみにしてるんですよね。結構ロザレイナちゃんめっちゃ可愛いんですけど、はい、アロマ早く来てほしいなとは思ってます。なんかあれ OCG タイムズかなんかでえなこさんがなんかあれですよね、コスプレかなんかしてましたね確か。アロマモンスターの、はい、可愛かったですね。あれアロマモンスターだったっけな。ちょっとなんかえなこさんが可愛かった記憶しかないわ。うんでブリリアントフュージョン、はい、やべえなんかわかんないけど、とりあえずなんかアルティメットソリティア始まったの俺。スプライトデッキの展開始まったぞ。なんだこのデッキ、スプライトデッキ急になんかよくわからないけどさ、なんだっけモンスターの名前、オフリススコーピオか。オフリススコーピオ1枚からスプライト展開できますよみたいなこと、ちょっとわかんないですね。エレキ感謝やばいじゃんこれ。イカズ持続めっちゃおるやん。やばい5枚サーチってこと、やばい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 。エレキ感謝はちなみにイカズ持続モンスターの数だけデッキからエレキをサーチできるっていうカードなんですけどやばい5枚サーチは草、あやばっ、やってることすごい量のカードさせた。何これ、エレキファイティングボーダー。知らん誰ガチで誰。なんかエレキウイとかいう意味不明なモンスターできた。誰だよマジで。太陽電池メント、エレキウイでエンシェントフェアリードラゴン、なるほどわからん。エレキャッスルはあ、なるほどわからん。なるほど、龍一。ちょっとガチでわからない。なんだ俺は。一体俺は何をされるんだ。なんだ俺、これ死ぬのか。ウォーターフロント誰マジ。ウォーターフロントだと。どういうことや、これ。どういうことや。まるで意味がわからんぞ。4体のモンスターをリンクワーカーにセットだと。スカルジェット誰え、なんかそれこれこねくり回したけど、もしかしてこれあれですか、4枚ドローね、はい。もしかしてこれこねくり回した結果これ亀出てきます。もしかしてなんですけど、これスカルデッドのウォーターフロントってもう亀ハッピーセットって言われてますけど、これ大丈夫ですか。亀じゃねえかしかも対象耐性ついてる強こっからスプライトスターター打たれるのやばすぎるだろ、やばすぎるだろ、やばすぎる。ちょっと待ってくれ、やばい。うわ何これ、最強デッキやんけ。僕が考えた最強デッキやめろ。これ何妨害やんだこれ、やばいだろ。無限妨害とエルフキャロットってこと、何これ天才デッキやんけ。ちょっと一回イワシ出していい。てかさ何ガメシエルが何その無限妨害だからうんぬんかんぬんの前にさ、俺の反動弱すぎないうんぬんかんぬんの前にさ、ちょっとその前になんだけど、俺の反動弱すぎませんかこれ。ちょっとマジでこれマジでベイシス効果っていう止められたら俺手が出ないけど大丈夫。あはい、いやなんか先行100億妨害構えてもらって非常に申し訳ないんだが、ちょっと俺の反動が弱すぎて全然妨害力が視聴者に伝わってない可能性がある。